こちらから王神天皇陵に行きますけどね、どこから入るの、ここからか、ここから入るのか、はい、失礼します。ここからね、ここからちょっと歩いていきましょうかね。ちょっと風が強いね。今日ここ最後やけどね、王神殿の陵ね、モズ古市興奮宮の中でね、2番目に大きいんだな。一番が仁徳天皇陵やからね、この王神天皇陵からね、ずっとこの山高線越えたところでね、大きな前方後円が5つ並んでますね、ずっと直線で。もう真ん中ら辺に小さいのはね、ワイズカか小さい部分があるんやけどね、ずっと一直線で歩けますわ。これすごいですよ。これちょっと雨がパラパラしてるんね。これこの横にもね、こんなのがあるんだよ。これも古墳じゃないの、これ。この横もこれ一周回るとね、30分くらいかかります。これあの途中がね、住宅地なんで、ちょうど当番になりますからね。そうなんです。あら、おきね、全然向こう見えないね。横幅も見えないし、いやー、横幅またそれもそうかな。そこも倍とかなかったかもしれないね。これ王神天皇陵はこの向こうですからね。こんな感じでね、この向こうがそうだからね。これ右左見えるか。はい、失礼します。いやいや、見えへんねんね、これ。あれ?これは、右こうやから、見えないことないけど、もうほとんど見えないんですよ、ね。ちょっとね、木々が邪魔してね。こんなんやけどね。こっちからこう行ってね。ここちょうどね、見えないな、こう。ずいぶん大きいんでね。ここにありますね。これに。読めませんね、ここ今のところで。この火があって、ちょうどこの真ん中で正面でございます。はい、失礼します。いやー、すごい大きさやね、やっぱり。横は救急車がよう走ってんね、ずーっと鳴いてる。救急車がずーっと鳴ってる、ねね、サイレンが鳴ってるんだけどね。ここもね、なんかそんな感じしないか、これ。もうね、なんかやっぱりお墓があったんでしょうな、量がね。こんなも書いてないんだけどね、後で見てみなこうね。いろいろ雨降ってきたんだけどね、こんなんだよ。ここはね、所領部ですよ、これ。ここはちょっとここに車を置かしてもらったんだけどね。はい、ありがとうございます。雨が強くなったんで、ちょっと撤退せないかんね。あら、綺麗にされてますね。いや、えらい強い雨やね、これ。今まで降ってなかったのに。こんなんです。もう雨でね、だからここから主要部に入って車を動かしてもらったんでね、帰るのかね。いやいや、ここから行けるな。はい、すみません。はいはい、ありがとうございました。なんとか電池持ちましたね。こんなんです、主要部。